2007年式、アルピナビーゴ2013年式、アルピナビーゴツーリング2013年式、アルピナビーゴツーリングリア2013年式、アルピナビーゴツーリング内装、アルピナビーゴは、ドイツの自動車メーカーアルピナが製造する、セダン、または、ステーションワゴンタイプの高級車である。B5 は、BMW もシリーズをベースとした、チューニングカーであり、B10 の後継車種である。 サイズでは、B3 と B7 の中間に位置している。ボディそのものは5シリーズと共通であり、BMW のエンブレムも付くが、パワートレインはチューニングされ、大きく、アルピーナの文字が書かれたエアロパーツやボディ側面のデコラインが5シリーズとは別物であることを示している。BMW もシリーズをベースとする初代 B5 は2005年のジュネーブ賞で発表、同年から日本でも発売された。 スーパーチャージャー付きのエンジンを搭載するため、モデル名の後ろにスパートチャージが付く。当初はセダンの B5 スパートチャージのみ導入された。2006年1月、ステーションワゴンの B5 ツーリングスパートチャージを追加。特徴、機構ベースモデルが F10、回11に移行したのに伴い、フルモデルチェンジ。2010年にリムジンが2011年に ツーリングが発売された。2012年2月にエンジンのリファインが行われ、最高出力が3 8 2キロワットから4 0 5キロワットに、最大トルクが715ナノメートルから730ナノメートルに向上した。2015年2月にアルピナ50周年を記念した特別モデルエディション50としてスペシャルモデルとなった。世界限定50台生産され、 最高出力が 441kW、最大トルク800ナノメートルに向上。専用装備として、アクラポビッチ聖地タンマフラーカーボンテールフィニッシュ、ドレクスラー製 LSD、専用タンゾー20インチアルミ、専用メタルエンブレム、専用防フェンジーペンサイン入リピアノブラックトリム、メリノレザーレザーフィニッシュダッシュボード等が標準装備となり、オプションで、 ブレンボ製、ブレーキシステムを搭載したもの。欧州では、D5 ビターボーとして売られており、車体は、セダンとステーションワゴンの2種類。日本には2012年7月に、右ハンドルを標準仕様として、セダンが導入された。モデル名は、D5 ターボリムジンである。テクニカルデータ D5 ビターボサルーンスイッチ、トラーノック、ハットニューモデル BMW アルピーナ D5 ターボ。 発表ニューディーゴターボリーム人。ありがとうございます。